はい、こんにちは。ボンズ整体本郷針灸接骨院の田内です。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。今日は、ちょっと特別にですね、特別動画ということで、今日は外で、動画を撮ってます。で、ちょっとですね、家族と遊びに来てるんですけれども、私が2歳の娘がいます。で、実は、私自身ですね、子ども指導エキスパートということで、鹿児島の中鶴先生という先生に、指示させていただいて、子どもの運動能力をですね、自然に、自発的に促す、そして協調的な運動を促すという、指導方法のですね、エキスパートということでやらせていただいてます。これは、普段の子どもの遊びからですね、実は一番初めは、子どもさんの発達障害の子ですね、の子たちの、運動を促す、協調性を促す、社会性を促すという指導方法から、生まれた、手法なんですけれども、実はですね、日常の子どもの遊びにも非常に活かせるところではありますので、今日はその知識としてですね、一つお伝えしていきたいと思います。で、これはですね、今日今実はこう砂場にいます。今子供がですね、あの砂場で実際に夢中になって遊んでいるんですけれども、砂場の大切さっていうのを今日、お伝えできたらなと思ってます。で、子供さんって砂場ですごく泥だらけになって遊びたがりますよね。で、大人になると、そんな汚さないでっていうところではあるとは思うんですけれども、子どもさんがですね、勝手にやっぱり土で遊びたくなるっていうのもですね、実は訳があるんですね。そして非常に大切な要素が、埋まってます。ですので、やっぱりたくさんですね、土と戯れて遊ぶといいんじゃないかなと思います。で、その訳としてはですね、土ってすごくこう肌触りが、いろんな感覚がありますよね。で、土の感覚、砂の感覚、そして水が足されると硬くなる、叩くと硬くなる、で、乾くとまた崩れていく、そして土も深く、スコップをガッと刺したりすると、ズズズッと入って奥の方でカチカチと当たったりとか、これは、手に入る刺激としてすごく大事な刺激なんですけれども、物を通して手に感覚が入ってくるので、実際に手で触ってなくっても物を通した感覚をしっかりと読み取るっていう感覚を養う動作としては非常に大事な役割を担ってます。これはですね、実は、大人の方とかで病気になって、麻痺が残っちゃったとか、そういう方もですね、このダイレクトタッチっていう、感覚なんですけれども、こういった感覚を使って、手の感覚だったりとか麻痺の感覚を復活させてあげるっていうことは、手法としてリハビリとしてやったりもします。で、子供はやっぱりまだそういう刺激が少ないので、たくさんですね、そういう刺激を入れてあげることによって手の高知動作、細やかな動作が発達していくっていうことがあります。そういったことを通じてですね、砂場の遊びっていうのはものすごくいろんな要素があります。もうちょっと言うと山を作りますよね。山を作って穴を掘る、穴の先に何があるのかなっていうのを目で見ずに手で探りながら、何かを見つけていく、これもですね、こう物を探る動作として、感覚を養う動作として非常にですね、いい動作なんですね。なので自然と山作って穴掘りたくなりますよね。こういうのは本能に従って体の能力を今発達させている段階で、作っていくものなので、こういったことはですね、やっぱりたくさんやってあげるといいんじゃないかなと思ってます。私もですね、子供がこうやって土で遊んで汚れたりしてますけれども、こういうのはもうどんどんウェルカムだと、妻にはですね、いろんな服を汚すなとか言われるのかもしれないですけれども、私はこういう動作をたくさん、子供のうちに早いうちから経験させてあげることによって、その子の能力を存分に引き出してあげるんじゃないかなと思ってます。はい、ですので、今日はですね、ちょっとイレギュラーで砂場からということでお伝えさせていただいたんですけれども、今後もですね、子どもの運動能力とか動作のことについてお伝えしていけたらいいかなと思ってます。はい、ということで今日も最後まで動画をご覧くださり本当にありがとうございました。